ここでマックの近くに置いて。マック、こんにちは、ゆいです。今日は5月21日の、あ、すごい、11時11分なんですけど、今日高田の馬場に来てて、ベルサール高田の馬場という場所で、FWJ という団体による、フィジークのコンテストが行われるんですけど、それに伴い、こう一緒にフィットネスワールドエキスポっていうのも同時開催していて、今日試合の観戦もちょっと考えたんですけど、私の推しの選手というか応援してる選手が出ないので、エキスポだけ楽しもうかなと思って高田馬場に来ました。今横でもんちゃんはマック食べてるんですけど多分あのプロテインの試飲とか、多分タンパク質がいっぱい入ってるものの試食があると私は思ってるので、わざと空腹で行きます。で、私がこのフィジークとかにハマったのって2年ぐらい前で、コロナ禍でハマったんですけど、その間何回かこう大会とエキスポってあったんですけど、行くタイミングがなくて、意外と行くの初めてなんです。なのですごく楽しみです。どうする、これ外出れないよね。もうちょっとやんでから出るか。もうね、会場はしちゃってるんだけど。それでは中に入っていきたいと思います。中でお会いしましょう。検温して名前とか書いたりして入りました。はい、こんなのをもらったり、あ、そうね、リストバンドをしてもらいました。はい、ありがとうございます。すごい。
高さで、これ冷やしてあるんですよ。冷凍庫入れたりとか冷蔵庫でもなんかアイスっぽく食べれる、はい、食べるならこれ今先に、ありがとうございます。いただこうじゃん。特別に触れた、トレー前、中、あと大会コンテスト前のカーボアップ。カーボアップっていうのは炭水化物をグッと取って体に張りを持たせることをカーボアップと。めっちゃうまい。冷たいのめっちゃうまい。あ、コアの靴下あるんじゃない？完全燃焼したわ。もう力が残ってない。あの大好きなトップ2の選手に会えて本当に嬉しかった。もうね、こんなにねお土産もリンゴもねいただいて、なんか入った時間が早かったからなのかすごく良くしてくれてね、特別にこれもあげますねなんて。いやもう胸がいっぱい、はあ、私は今雲の上にいます。胸はいっぱいなんですけどお腹は空いてるということで、今から油そばに食べに行きたいと思います。なんで油そばかというと、あの高田のババはね、ダンスやってた時にあのコズミックセンターとかダンスの専門学校が高田のババにあってよくね来てたんです。その時に来るたんびに高田のババで油そば食べてて、当時行ってた油そばはもうお店の名前忘れちゃって、いろんな油そばの外観の写真見たんですけど思い出せなくて、あの写真で一番美味しそうなところに行きたいと思います。モンちゃんの汁ビーフンが当たりだし、やばいよ、大正解。もう最高。でももう特盛りにすればよかった。どれどれ、なんかすごいねホルモンが入ってるね、こういうの。でやべえ、めっちゃ美味しい。これもちょっとこの店何だろう、やばいね、うますぎるんだけども、この味の振り幅作れるの、ミニマーみたいのも入ってる。これで大盛り、うん、そうなの、ここ盛りのせればよかった。これさ、お粥でもうまくない？なんかスープがすごい、うん、いいよね。美味しかった。何ここ、やばいよね。超美味しかったよね。美味しかった。あの高田のババ来たら油そば力来てみてください。熊猫物産。ベトナム食品だって、いいね。行ってみようか。フォーのビーフ味とトムヤム味。
知らなかったんだ。私の主食だからね。米粉はねヘルシーでいいんだよ。それと家に麺があるから、ほうぼうの、ほうがが売ってなかったからこのスープ買いました。なんかさ、若者多くない？やっぱし川崎にさ、こんないないよね若者。子供はいるんだけどさ、20代ぐらいの若者がなかなかいないじゃん。多い。これタピオカ屋さん。すごいね、かわいい。今から電車乗って新大久保向かいます。The next station is J16. The doors on the right side will open.